こんばんは。本日はアップルさん家にお邪魔してます。イエーイ、いらっしゃい。初めてアポさん家に遊びに来たんですけども、せっかくなら泊まりしちゃおうって感じで、今日はアポん家にお泊まりしたいと思います。うわー、多分いろいろないと思うし、すごい困りそうな予感はしていて、そうね、コンビニ行った時に歯ブラシ買わなきゃとか、ヘアオイルあるとか、スキンケアあるみたいな、どこへと思ってる格安アメニティなしホテルだと思ってたからカプセルホテルだと思ってますから、そう、意外と充実してみたいなので、歯磨きまで来客用の、そう、ということで本日のおかみさんです。こんばんは。おかみです。サポです。お願いします。今日はどういうおもてなしいただけるのかなと思って、まあ今日はまずゆーぴのね、おすすめのご飯を食べて、まあこの家でもう早速私の、はい、この家だとちょっとね、狭苦しいかなと思って、はい、食べに行った後に、まあ一緒にお風呂なんか入っちゃったりするとか、まあ、映画でも見てね、寝ようかなと思います。そうですね、いいですね、映画鑑賞という感じで、皆さん楽しんでいただければと思います。それではアポちゃん家でのお泊まり会スタートでーす。焼肉ご飯。今日は贅沢に焼肉来ちゃいました。久々肉寿司、やばいよ、激アツ、幸せ。いただきます。醤油、私は醤油じゃありませんなんかさ、1個いいコメント欄に物申して、2個あるんだけど、コメント欄に物申したいのコーナー。イエーイ。私が動画で泣いたじゃないですか。コメント見てたら励まし9割、中にはじゃあ恋愛から距離置けばいいじゃんとか、しなきゃいいじゃんみたいな、うるさいマジでなんかこっちは毎回真剣に向き合って将来のお相手を見極めてるわけ。いろんな恋愛をしろって言われたから、いろんな恋愛をして傷ついて、山あり谷あり楽しんでるわけじゃん、人生の谷あり谷あり谷しかないけど、うちから恋愛を取ったら何もなくなるって言ったら別に嘘ですけどそんなに言わなくてよくないっていう。確かに恋愛とじゃあ距離 OK を、確かにめっちゃ面白い間違ってないよ、傷つかないじゃん、だからやめた方がいいじゃんって言うと、優しさの助言だと思うんですけど、それを楽しんじゃって自分がもういることに私は気づいていいんですよ別に。いや恋愛やめろ、無理だよ、めちゃくちゃ大事なところでしょ恋愛なんて。え、そうだよ、それを取り上げないでください。なんでしょう、みんなもどうせ面白いでしょ。そうだよ、バンサカ泣いてんの面白いからこっちもあとね、泥酔動画あったじゃないですか、コメント見てたら面白いとか言ってくれる人がいるんですけど、中にカッパが演技してるようにしか見えない。カエルか、勝手にカエルかとか言われてちょっと待って、いや先ほど感じてたよ、そんなに器用じゃないし、じゃあ8時間酒飲んでみろって話普通はなるよ。え、そうそう、こいつが強いだけで、確かに自分で見てもあの動画は恥ずかしかったよ誰が一番恥ずかしいってうちだからね、うん、この動画本当にあげてほしくないって思うけど、あの3人で動画撮影した時間を恥ずかしいからって言って動画をボツにするわけにはいかないんですよ。偉い、成長したな。確認して本当に血の気を引きましたえ、嫌だって正直ね。すごい演技上手提携中の食事生活がダイエットモチベで言ってたから、だんだん意外と余裕すぎて全く腫れない奇跡的な体質だったから、普通に一人でカンジャンケジャン食べに行ったりとか、すごい、めっちゃ一人で食べに行ってた。そんな一人行動できない。休みの間になんか上げてた動画でさ、東海オンエアさん推しの旅みたいな。ああ、名古屋行ったのね。あれはガチ一人、うん、一人じゃない気がするんだけど、私うちも一人じゃない気がする。本当のこと言って、本当に一人だよ。その夜に名古屋でガチャンしたの。いやさ、なんか写真とかさ、うちがめっちゃ歌、ここで持ってくださいそんなことできるの、うん、まず何があったかっていうと、アポが一人岡崎行ってきたみたいなめっちゃ乗っけててインスタにね、そしたらヒード投稿に映えましたみたいなたどりの写真あげてて、一人で行ってるって言ってるのに、このたどりはどういうことってなって、あ、なんか寒いってやらかしたんだって言ってアンチの気持ちぐらいねー、そう、あ、嘘ついた、で、多分同じこと思ったアンチ勢もたくさんいると思う。たくさんいた、たくさんいた、たくさんいたでしょ。そしたらその後に乗っけてたやつが、クオリスが声かけてくれた女子高生のにお願いしましたみたいなこと書いてあって、そんなことってあるの。じゃあ通りすがりじゃない、うちが通りすがってる女の子に声かけたの。あ、そういうこと。だからうちがずっとマンホールの前でこうやって待ってたの、うん、そしたらやっぱあの時間的に下校だったから、みんな女子高生でいっぱい通るの。その中で一人で優しそうな子を声かけて撮ってもらったの。へー、向こうは変な人だなって思って。多分そうしかも角度までめっちゃ調整させるでしょここで待ってください。人材やつ、パシャパシャ押しといてください3回ぐらい見ました。いや、最初の1人目、2人目失敗してるやないかちょっとそう間違えて映画館に来てまーす。おかしいよね。え、マジパフュームじゃない。じゃん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 ちゃんと引きでうるさいな、下から舐めるよ
はい、ということで映画見終わりました。何の嘘と見せかけまして、なんとうちらはわざわざ映画館まで行ってポップコーン買ってきた。この映画館はポップコーンにバターを追加できるの食べなんで、そんなにうまっ。お前らさ、キャラメルにしてやん。やめて、返して。うわー、やめなよ、つくすごっ、逃げなつく。チクチクチュン、チクチクチュン、チク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 チュン、チクチクチュン、チクチクチュン、チク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 チュン。はい、メイク落とすよ、みんな。どれ？これ？いや、お泊りメイクとかしたことある？ない。カッパ絶対あるよね。あなた、お泊りメイクしたことあるんですか？当たり前じゃん。あいつないらしいよ、お泊りメイクしたこと。はぁ？こっちからさ、友達とのお泊りでもお泊りメイクしてたわ、高校の時。マジでめっちゃ無理して、男が起きる30分前とかに起きてコンシーラーとかだけしたりとか、してた。初めて彼氏とお泊りする時ね。それはやるね。やるでしょ。アホやってないらしいよ。え？すごっ。すごいよね。セッティングブスだからって言われたらさ、そんな男ってならん。え、そう。だからメイクしないの。こっちに評価つけるような男とは付き合わないし。待って、めっちゃ殺そうでしながら名言言ってる。もっと言って。だから、うん、外見ですから何も言えない男とは、うん、もうその場に来た方がマシ。もうそうじゃなきゃね、生きていけねえよ、女。はい、ということで皆様、公開していいのかわからないんですけど、またまたうちらのニューヨークシーン。本日はですね、クレイジュさんとのコラボ動画になっていて、最近ガチで愛用しているシャンプーとトリートメントを皆さんに紹介していきたいと思います。じゃあ失礼いたします。あったかい。貞子さん、あれ大丈夫ですか？呼吸しっかりやっていただいて。はい、気をつけてください。はい、失礼します。はい、すみません、間違えて。あの、髪の毛の位置って知ってますか？こっちの方。え、まずここ。ちょっと、もう、ちょっと。こちらがですね、クレイジュのシャンプーとトリートメントになります。最近ね、パッケージがリニューアルされたみたいで、このお風呂にね馴染むシンプルなデザインは前のねボトルから変わらずで、ちょっとマットでねコローンってしてるこの感じがめっちゃ可愛くなったよね。丸っこくて可愛いかもね。置いてても可愛い、おしゃれ。え、めっちゃいい匂いじゃない。これ何の匂いなんだろうね。なんて書いてある？フローラー&ムスクの香りだ。ムスクだ。うわー、こちらが好きなやつや。ムスク大好き。終わったので、トリートメントしていきます。結構マジでツルツルになるよね。ね、毛先がやばいんで、毛先重点的に。で、うちら結構さ、カラーとかでダメージやばいやん、髪の毛。毎日のシャンプーとトリートメントでここまでケアできるのに最高じゃない？マジで匂いが良すぎるから、まだ使ったことない子はぜひ使ってみてほしい。うん、洗い上がりが本当にさっぱりして気持ちくて、サロンでやってもらってみたいぐらいすっきりする。そう、めっちゃすっきりするから、めっちゃ好き。うん、ツヤツヤ。はい、チルタイム。手のせいで乾杯。雑。やばい、止まんない。わかるの。早く、エルさん左回して。最悪。これ、うちの、でかいじゃん。マジケチじゃない？この。いや、こうやってそんな命かけて守るもの。違う、見て、割合見て。割合を見てほしい。いや、半々やん。いやでかっ。グラゲル。すごい、逆に。ありがとう。アキネーターってあるじゃん。ヒント出してったら芸能人とか著名人出てくるみたいなやつ。うん、で、それやろうよ、生で。いいよ。決まった？うん。男ですか、女ですか？女。人間ですか？違います。普段どこで見ることができますか？テレビ。うち、ヒロアカな気がするんだけど。ヒロアカな気がする。つゆちゃんとかです。絶対地上波。地上波。髪色は何色ですか？黒。結んでますか、結んでないですか？結んでる。あ、静香ちゃんだ。ドラえもんという作品に出演していますか？してないで。お、危ない。危ないね。あ、まるちゃんだ。口、まるこちゃん好きだもん。髪結んでないって。え、メガネかけてますか？かけてますか？かけてないで。全然違う、リリが好きそうな。お前さ、好きそうとかじゃダメだって。やってた、単純そうじゃん。いや、単純だけど。あ、ねねちゃん、ねねちゃん。クレヨンしんちゃんですか？こっち。クレヨンしんちゃんに出演していますか？違います。お前さ、クレヨンしんちゃん全部違うから、ね。
ってするしかないじゃん、そんな。いや、自分しかも黒髪じゃないし、ねねちゃん。自分の意思で聞いていいよ。聞いていい、うん、主人公ですか。主人公です。髪型聞いてよ、その結び方。ツインテールですか、ポニーテールですか。違います。髪型聞いてよ。髪型なんですか。髪型は答えられません。いや、待ってもう分かっちゃうから。分かるやん、サザエ。サザエだ、絶対。髪型は上と右と大丈夫ですか。確かに説明できない。髪型は上と右と左ですか。はい。海の名前ですか。はい。サザエやん、もう。弟はカツオですか。はい。最後に意味わからないジャンケンしてきます。次回予告してますか、自分で。してます。サザエやな。正解です。サザエさんに関しては結んでるのかもわからない。サザエロングだもん。あれはえ、そうなの。サザエってロングなの。サザエロングで。初事実。はい、ということで、チルしてみたんですけども、皆さん今回のお泊まり密着いかがだったでしょうか。何もバリしょうもない夜を過ごしてます、いつもこれ。今回紹介したクレイジュのシャンプーとヘアトリートメントなんですけども、やばくない？もうめっちゃ高ってるじゃん。ね、ハイトーンでもう、めっちゃ綺麗。ね、ツヤ感見えますか、この。ドライヤーでね、乾かした後もめちゃくちゃトゥルトゥルで、うん、3人ともマジ手口通りまくりって感じですね。そう、その、これからさ、髪の毛ダメージがさ、受けやすい時期だったりするじゃん。だからめっちゃ助かるよ。わかる。秋冬はね、もう静電気とかでめっちゃパサつくから、マジで持ってこいの。ヘアケアアイテムだなって思った。気になった方はロフトやドンキホーテ、ウエルシア、アマゾンなどで購入できるみたいなので、皆さんぜひ気になった方はチェックしてみてください。じゃあということで、私たちは明日に備えて一本映画を見ながらチルしたいと思います。じゃあみんなおやすみー。おやすみあのおばあさん、映画終わりました。どうでしたか。どうでしたか、映画は。お前開始20分で寝てんじゃねえよ。マジ終わった。終わった。おやすみなさい。おやすみ、あにゃー。